い、どうもキョペイちゃんです、今回ですけども、仙台エンマ大王と覚醒エンマ1対1で戦わせたらどっちが強いのか気になったんで検証していきます。でこれが仙台エンマのレベル99のステータスなんですけど、 HP はだいたい同じぐらいで、ただ力がね440とめちゃめちゃ強い。ただまあスポーツクラブで力に5回振ってるのもあるんですけど、スキルが決定力なので、これが勝敗にどう影響するかってところですね。はい、でこちらが覚醒エンマですね。 HP はだいたい同じぐらいなんですけど、力が140ほど低い。ただ守りと素早さが約ね倍あるんで、これが勝敗をどう左右させるのか、実際ね戦わせるとどっちが強いのか早速やっていきましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いや圧倒的に覚醒エンマが強かったね。もう最後なんてノーダメだったからね。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタン押しててね。ではキョペイチャンネルでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。